僕は皆さんに何度も言ってますよ。羽ばたいたら戻らないと言って、ゆときのトリアコです今日紹介するのはこちら SH フィギュアーツの新仮面ライダーの大量,なななんだっけ大量発生型総変異バッタオーグと SH フィギュアーツの新仮面ライダーの大量発生型総変異バッターオーグと SH フィギュアーツの新仮面ライダーの大量発生型総変異バッタオーグと バッタオーグ登場用サイクロン号でございます何つー名前してるんだという感じでございますが通称ショッカーライダーと言われているこのバッタオーグのねやつがね来ましたね新仮面ライダーのね終盤にね登場してきたやつらですね本当は11体でバイクも11台必要なんですがそんなお金ないので今回は1体と1台ずつでございます付属品も手首パーツと10ぐらいなのかなそんなにないと思うけどねでこっちのサイクロン号でございますが これは、まあ、これも、あの、仮面ライダーたちのもののリデーコなのかなと思うので、カラーリング以外はそんな大きな違いは見られないかなと思います。なので、今回は一緒に紹介していこうかなと思います。でもやっぱり、X で見ると、すでに11個買ってる人いるんですよね。恐ろしいですよね、マジで。 11個で確か11万ぐらいするんでしたっけバイクも含めて。もっとだったっけ ?20 万ぐらいだったかないや、もう恐ろしいよね。変えたとしてもさ、置く場所がね、ないので、絶対ね、持て余すと思ってるので、僕はさすがにね。 一組ずつでございますよ。いや、結構でも、色味とかも非常にかっこよくて、渋いカラーリングしてますね。はい。大量発生型、陶片引っ張ったオークでございます。いや、こんな感じでございますけども。いや、かっこいいね。渋い色味とかね、造形とかデザインがね、いや、素晴らしいと思いますよ。で、こっちが、ショッカーライダー用のサイクロン号でございます。うわ、取れた。やっぱ、ここが、 取れるのででととかもほとんど変わらない色ですねはい、こんな感じでございます。モノクロカラーが非常に渋いですね。ということで、取り出したので、もうちょっと便宜上簡単に言いますけども、ショッカーライダーの方を細かく見ていこう。はい、お顔はこんな感じでございますと、どうですかね。非常にイケメンでかっ 濃いですね。悪いやつなんですが、元々のデザインも仮面ライダーたちと同じなのでね、この辺も非常に素晴らしいし、赤い目とかも綺麗ですね。のぞきの涙ラインに関しては、ちょっとドットみたいな造形がされてますね。これは前の仮面ライダーもあったっけ多分つるんつるんでなかったと思うので、これも新規造形なのかなと思いますね。 とのね。質感で塗装も綺麗ですね。で、後頭部にはこのかのエンブレムとか大量発生型総編。 オーグの名前が多分プリントされてるんだと思いますまあ、マスクはやっぱりそのまんまなので非常にかっこいいですね。前に出た、本郷の仮面ライダーの方のマスターマインドジャパンのコラボのやつも真っ黒でしたが、それとは違って赤い目だったりのね、マットな質感っていうのが非常に差別化されております。首にはスカーフなのかマフラーみたいなのが巻かれておりまして、ボディのアーマーはこのように新規造形となっております。チューブの造形とかもされておりますし、ちょっと簡易 的なね感じの造形とかがまたたまらんですねでチューブはしっかりベルトの方に繋がっておりますで腕はこのような感じでここは非常にシンプルな黒一色なのかなと思いますね結構あれだね肘のアーマーとかがでかくてこれ現実味ありますねであれだね肩にはショッカーのエンブレムがあります交換用手首パーツは開き手パーツと銃の持ち手首パーツが1組ずつ属足はこのような感じでございますここも 非常にシンプルでブーツとかも造形されておりますし膝当てもありますね。右腰にはあれだねホルスターがあって。 でも今回拳銃は付属してないので、これは外すことはできない。ほんと飾りといったところでしょうね。ベルトはこんな感じで、新規造形のものとなってますね。二人の仮面ライダーとは異なって、これの名前は、プラーナ蓄積循環外部補助機構簡易台風、かっこ量産型というらしいです。漢字が好きですね。蓄積して循環させてるということで、チューブが付いてるのかなと思います。 風車のところの造形も問題なしですし、塗装も良好です。背中から見るとこのようになっておりまして、またここも CV ですね。仮面ライダーたちと違って、この背中のバットの羽も何か意味のあるような機能を持ってそうなのかたまらんですね。チューブも繋がっております。いやかっ ぎねかなりメカニカルな造形がされているんですね。いやいいねいいね。これはいろいろ男心をくすぐるデザインなんじゃないかな。単純に雑魚的みたいなポジションではございますが結構こだわった見た目してますね。 ということで、SH フィギュアーツの大量発生型総変異バッタオーグの細かいところを見ていきましたと。はいはい、同型めちゃくちゃかっこよくて、本当に渋いですね。映画だとね、そんなにね、しっかりね、見られなかったところなので、本当暗いシーンだったからね、よくわかんなかったんですが、非常にかっこいいですね。まあ単純な色違いじゃないところがね、かなりこだわり感じますよね。このね、やっぱり装甲とさ、ベルトの感じ、やっぱ簡易的な感じがしてね、非常 非常に素晴らしいですよねただ簡易的でも一人一人が仮面ライダーと同等の力を持ってるらしいので本当かなって感じですけどねいや素晴らしいと思います再現度はめちゃくちゃかっこいいでございますがどうはい見ておきましょう首の回転ここは問題なくしっかり動きますとで肩は水平まで上がりますね回転も問題なしで肘もしっかり曲がるしロール軸もありますよと腰の回転はしっかり しっかり動かせますね。チューブが軟質素材なので干渉せずにしっかり動かせます。で、開脚も前後左右でしっかり開くことができる。膝もしっかり曲がるし、設置性もめちゃんこあるので、非常によく動かせるショッカーライダーくんでございます。内容としてはもうめちゃくちゃシンプルなの で本当にこれはもう大量買いした方が良かったかなとねちょっと今更ながら思っておりますねまあ11体は無理でも3回4体ぐらいバイクは1個でいいと思うんですがそれぐらいあった方が迫力出た気がしますねいやちょっともったいないことしたなと思いつつもお財布と相談するともうこのご時世ねこんな大量買いすることはできないですからね こんな感じでライダーキックも決めることができます。名前がそれでいいのかわかんないですが、見た目は仮面ライダーに近いのでね、こんな感じも非常に決まりますよと。ちなみにブーツの裏は普通の靴底ですね。はい、比較してみましょう。こちら SH フィギュア2仮面ライダーと仮面ライダー第2号でございます。二人の仮面ライダーに挟まれて、戦々恐々ョ,ョッシカーライダーでございますが、サイズ的には本号の仮面ライダーと同じぐらいかな。やっぱ一文字はちょっとデ デカいですからね、その辺のサイズの違いはありますが ショッカーライダーの方が全体的にブカブカしたスーツを着てるので体がちょっと太く見えるかなという印象ですねまあ兄弟のような感じにも見えますが並べても特段違和感はないですかね武器としてはこの自動小銃が付属しておりますこれは非常に印象的でしたね一糸乱れぬ11人のショッカーライダーたちがねバン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 ぶっ放してましたからねこれも特段造形問題ないですしスコープのところも塗装されてるんですよね 結構細かい色分けがされております自動小銃を持たせてみましたと自然に持たせることができますねいいねこの兵士感めちゃくちゃ出ますね仮面ライダーみたいな見た目で銃を持ってるっていうのも非常に新鮮な感じがしますからねいやこれはいいわすげえ似合う武器このチョイス最高ですねこれね同じポーズでね後ろに何体もいたらすごく入るんでしょう構えるポーズとかもこんな感じでできますよと特段、まあ、問題ないかなと思います 左腕も揃えることができますからねなんかエフェクトパーツあるとより楽しそうでございますねああいいないいなこれは大人がハマるわけだわ右太もものホルダーに入ってる銃に手を伸ばすショッカーライダーでございますどうせなら取れたら嬉しかったですけどねもったいないですね劇中で使ってたかった っていうとまた何とも言えないところではございますが、なんかそのぐらいのプレイバリューがあるともっと良かったかもね。ということで、早速やられ役になってもらいましょうということで、仮面ライダーにぶん殴られるショッカーライダーでございます。結構映画でも怒涛のね、アクションシーンでね、一気にね、こいつらなぎ倒していきましたからね、仮面ライダーたちがね。このアーマーマをさ剥がし取って たりするのはありかしグロかったよね。本当にでもこいつは仮面ライダーと同じ力があるんでしょうかね。第二号に蹴り飛ばされるショッカーライダーでございます。どんどんやられてもらいましょう。本当にやられ役が似合うね。ショッカーライダーでございます。今回は一体しかないのでね、一体二でボコボコでございます。 はい、次は、大量発生型総変異バッタオーグ登場用サイクロン号を見ていきましょうかと、はい、こんな感じでございますが、まあ、やっぱりというか、そりゃそうなんですが、二人の仮面ライダーのサイクロン号のリデコ商品でございます。モノクロカラーになっているので、印象は違いますが、本当造形周りはもう一緒でしょうね。特段変わって ったところはないと思いますで。まあカラーリング非常に渋くてねこれはねかっこいいんですよね。まあ、特にこのねラインのところ黒いラインになっているのがいいですね。元々赤色でしたがここも素晴らしいし食下のエンブレムもプリントされておりますと。元々造形もいいですからね。でマフラーもねちょっと黒い感じでガンメタっぽい塗装になっているのが非常に素晴らしいですね。はいはい後ろのところにもエンブレムがありますよと。それ以外まあ特段大きな変化はないのかなと思います。 タイヤもね しししししっっかかり回りり回ままますすすよとと台座も付属しますししっかりバイクとして遊べますねで、正面はこんな感じでございます。ライトのところは黄色のままですね。で、エンブレムもありまして、ガラスのところもクリアパーツでございますと、まあ本当に予想していた通りのサイクロン号となっております。サイクロン号の付属品にはこのショッカーライダーのようなハンドルの持ち手首パーツ一組付属しております。こちらは魂ステージ用のアタッチメントパーツでございます。ショッカーライダー 乗せてみるとこんな感じでございますなんかあれだね2人の仮面ライダーよりも自然に乗って 体が太いかからなのかなのこっちの方が結構いい感じに見えるんですよね。仮面ライダーじゃないけど仮面ライダーみたいなやつにはバイクは必須でございますね。<laughs> ま、特段問題なく乗せられて嬉しいところ。比較までに本号のサイクロン号を持ってきましたと比較しますと、ま、顔つきとかも特段変わりないかな。エンブレムの種類が違うだけでございますね。タイヤとかも大きな違いは見られないですね。で ライトのこのラインがねカラーリング違いますしエンブレムも異なっておりますよと。ラインがね 黒か赤だけでだいぶね、印象が違って見えますよね。やっぱ赤いラインは非常に広い国に見えますよ。似た色のマフラーではございますが、見ての通り、やっぱり今回のショッカーライダーの方が黒い色になってますね。やっぱり基本的に同じもので色違いとなっておりましたね。こんな感じでカーブを曲がるようなね、サイクロン号に乗るショッカーライダーみたいなのもできますね。これいいですね。飛んでる走ってるシーンであ、こんな感じのありましたけど、もっと傾いてたんですよね。 さすがにフィギュアだと倒れちゃうので難しいかな、まあ、こんな感じでね本郷を置けばねあの追いかけっこシーンができるわけですよね数があればねそれっぽいことはできるんですけどね何度も言うようにそんなお金はない銃を撃ちながらバイクに乗るシーンも再現できますねこれも違和感なく楽しむことができますいいねいいねすごい器用なことしてますよねこれさ思ったけども後ろにねもう一回 ショッカーーライダー乗せて2人で撃つみたいなや、つもややるとめちゃくちゃゃく良さそうだないやー想像力が足りなかったですわ。せめてもう一体だな。しかもね、思いのほか,かっこいいのでね、もう一体は中古で探そうかなと思ってます。今回のサイクロン号、不満があるとしたら、結構このマフラー、普通の仮面ライダーのサイクロン号でもそうだったんですが、かなりね、外れやすいんですよね。ほら。指でちょっと力入れるだけで、ポロンって取れちゃうので、持っただけでもね、結構外れるんですよね。でも、ショッカーライダーのこのサイクロン号に関して 外す必要ななないいのでどうせならね接着ししとととてて欲しかっっったなとちょっと思っております、まあ自分でもできるのでねいいんですけどそこが惜しいところかなと思います台座もこんな感じで使うことができるのでウィリーしながらね銃を撃つようなポーズもできますよとねそういえばカッ カットされたシーンの方、雨が降る場所で戦っていた、このショッカーライダーと仮面ライダーのシーンだと、このサイクロンゴデザイン違うんですよね。軍用というか、現実味の近いようなデザインのバイクだったので、そっちもちょっと気になったんですよね。まさすがに扱わないとは思うけども、単純な色違いよりは何かしらの違いがあった方が個人的には好きだったので、いや、非常にもったいないカットシーンだなと思いましたね。 SH フィギュアーツの大量発生型総変異バッターオーグと SH フィギュアーツの大量発生型総変異バッターオーグ登場用サイクロン号でしたが個人的には普通の仮面ライダーたちよりも楽しんだかもしれないですねまあ全体的に渋い見た目でね男心をくすぐるデザインしてるんですよね体中にあるパイプとかもそうですし色味とかも非常に好きなね感じでしたねで可動域も広いのでショッカーライダーのアクションは十分楽しめたかなと思います自動消耗もあるので でね、武器付きなのでね、その辺もね、かなりね、プレイバリュー高いところかなとは思いましたね。で、サイクロン号に関しては、色違いというところって、全くね、造形とかは一緒なんですけども、細かな違いがあったりだとか、モノクロのトーンなのでね、ショッカーライダー乗せても非常にかっこよく見えたんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、何体か買っときゃよかったなと、正直な感想でございますね。現実的なラインだと、4体ぐらいが、まあ、ちょうどいいのかなと思いますね。せめてもう1体ぐらい。 が欲しいかなとちょっと思っておりますということで僕のチャンネルではこれ以外にもカメラだけのフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではユートピーでしたありがとうございます